日本埼玉県上尾市西門前。西門前は埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは上平地区で分類されている。郵便番号は362-0005。埼玉県東部で上尾市北部の主に大宮台地上に位置する。地区の西部の低地を芝川が流れるが暗渠化されている。台地と低地の境界は傾斜が緩やかで不明瞭である。 地区の東側を菅谷、南側を上平中央や南、西側を久保、北側を上や南と隣接する。周辺をあざとの境界は複雑に作綜し、現在でも入会地由来の大小多くの飛び地がある。上平公園付近のまとまった飛び地は上平中央の成立により分断され生じたものである。地区の形は上平中央の成立前までは、むね、 Y の字を右に90度回転させたような形をしていた。地区の JA 埼玉上平支店付近より、西側は市街化区域、東側は市街化調整区域に指定されている。かつては大半が工作地主体の農業地域があったが、その後の宅地化の進行により、全体的には住宅地と農地が混在する。地内に寺めぐる遺跡などがあり、 土器編が発掘されている。元は江戸期より存在した武蔵国足立郡大谷領に、属する門前村、古くは桶川里の一部であり、桶川宿、上村、久保村、南村などと共に一つの豪村であったと言われている。村高は、昭法年間の武蔵国伝園坊では204国余り、玄禄豪町及び天保豪町では213国余りであった。 火星期の個数は40件余りであった。なお、村の規模は不明。地名は、昭和年間解散した、少林寺の門前地にできた集落によるものと言われている。揚げ尾村に飛び地があった。1875年の農業産物工は、武蔵国軍村市によると、米38国、大麦68国、小麦20国、大豆8国、小豆3国、3国栗7国、 比へ八国、蕎麦五国、綿二十五巻、干渉一万八千巻であった。当規模上は今もなお存在する小技を含む。2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。高崎線北上尾駅が最寄り駅となっている。 上尾駅から羽根岸駅方面への路線バスが運行されている。市内に外区公園は設けられていない。ありがとうございます。